ウィッシュで買ったスマートフォンは売れることができませんでした。ね、要はその騙されたというだけですね。ね、でそれを売って誰かに、ね、損害を与えちゃがっかりさせちゃいけないですからね。もう素直に諦めます。もう一般的な評価がそういうことなんですね。これはダメな機会なんだということね、はい。よくよく理解できました。ではね、これから自転車に乗ってちょっと早いけどね、図書館行って勉強します。はい。だからしっかりとね勉強して合格してそれでね貯金した方がいいってことが分かりました。では図書館行きます。に着きましたが、ちょっと早いようでやってません。岡山県庁。これが県立図書館。多分ね、軽食コーナーがね空いてると思うんで、そこで15分ばかし勉強しようかな。ね、まだ空いてない。シャッターが半開き。あ、ちょっと早かったな。1分ぐらい早いんですけどね。とりあえず県庁の前の喫茶コーナーで勉強をします。いたいた。そろそろ。さて、勉強しよう。皆さん、これ電源使わせるってことね。はい。岡山城。紅葉して来てますね。面白いな。私のいつもの場所、ちょうどね、お城が見えないんだけど、勉強します。はい、今ね、勉強しました。午前中ね。でこれからね、アロアロに行って食事をします。予約してますね。昼飯食べに行きます。はい、では移動します。たまにはね、街の風景を撮影しながら行くから、県立図書館を出て、アロアロ、シンフォニーホールの前のレストランに行きます。どんなのありました？
でお昼ご飯食べて、午後から献血しながら勉強。置けねえか、自転車置けねえか。レストランに着いたけどまだやってないかな。何しようかな、デミカツは食べ飽きたな、でもそれぐらいしかないかな。 A セット B セット、肉が硬いんだよな。じゃあなんかね、日曜日で電気工事大変です ね、ライフライン守る続ける人ってね。食事をしよう、席に着きました。で800円入れてるんで、まあそのぐらいのものにしようかな。これ食べたんだけど硬かった。これはねサイドメニューね、これだとね足らないかな。全部乗せ、まあ、あんまりお腹空いてないんだよね。朝パン食べたので、でこれだろうな、デミカツかな、デミカツかな、ヒレデミカツ、これいこう、ヒレデミカツ食べてね。あとは、スパゲッティ、あとは、ヒレデミカツ食べよう。こんにちは、ヒレデミカツね、はい、あ、すいません、味噌汁好きだしね。あ、これにしようかな、ホルモンうどん、あ、これにしよう、これ食べたことないから。あ、ホルモンうどんをお願いします。はい、はい、はい、これは瀬戸大橋倉敷美観地区岡山城後楽園津山城、鶴山城ですね、備前旧館屋学校、これは日本初の、学校ですね、備中松山城、ああこれも全部行った、実は全部行きました。あと卵かけご飯、これね有名なんだよな。今度あの暖かくなったらね、バイクじゃないといけないので、暖かくなったら行ってみようかな。ホルモンうどん、岡山名物、初めて食べます。これ、いただきます。普通のうどんですね。確かにプルプルのホルモン、
臭みはなくて美味しいです。で、ね、このなんだホルモンうどん、うん、これ少ないかな、この写真の通りじゃない、これはちょっとあんまりおすすめできなかったんです。女の子だったらいいかもしれないな、男性だとちょっと少ないかな。では、斜め前のシンフォニーホール献血ルームへ移動して献血しながら勉強します。はい、献血ルームの駐輪場に停めました。これ大体いつも空いてるんだよね、これね。で、地下に1階まで降りてくるのにね、結構ね、しんどいんですよ。また上がるときは大変。で、なぜかバイクね、よく入れてるな、これね。職員の人じゃねえかな。このバイクなんてね、出し入れできないよ、これ。で、本屋さんがあって、ここは多分ね、岡山で一番でかい本屋さんかもしれない。丸善。岡山の本屋さん、大したとこないんだよな。有林堂とか、紀伊国屋とか。ユリドないですね。紀伊国屋はね、大した規模じゃない。はい、で、献血ルームです。では、予約してあるんですけどね。行ってみますかね。あ、A 型。A 型性弁献血を募集してますね。はい。では、行ってみます。献血ルームに入りました。ではね、勉強を始めます。ログインして、で、クラウドに接続クラウド、クラウドで、コントロ Wi-Fi は桃太郎です。がね、100、1分間に100以下じゃないとね、献血できないんですね。あともうちょっとだ。安静にして少し時間を置いて測定します。ダメだ、100から下がらない、100以下にならない。どうしたらいいのかな。時間も刻一刻と過ぎていく。脈拍は上がったんですけど、なかなかね、100下がらないですね。あれ、で、最後に測ったのが102。あとちょっと100以下なんでね、もうちょいなんだよな。先生が測定していただいて、脈拍99というふうにカウントしていただきました。やっぱりね、熟練の先生なんでしょうね。ギリギリ102でね、アウトだったんですけど、ギリギリセーフにカウントしてくれました。脈拍なんて大したことないようなことなんですね、一般的にね。基準は厳しいということらしいですね、まあ、正直ね。若い先生だとダメだった時がありました、やっぱりね。気持ちの話だと思うんですよね、この差っていうのはね。はい、では、研究室本番に入ります。研究室で待ちに勉強してなんかちょっと痛いかな。
回帰って、ちょっと、どうしようかな。朝10時からね、ちょっと勉強してるんでね、結構、6時間、5時間ぐらいかな、しかしてないかな。休みの日なんでね、勉強する場所をもうちょっと変えようかなと思います。はい、研究するので、勉強してみました。外はね、こんな感じ。お城の掃除からです。献血を終わらせました。なぜかここに若い人がおる。多分 Wi-Fi が入るんだな。じゃあ帰って、次は一旦休んで、GoTo Eatに出かけよう。今日は朝図書館、午前中図書館で2時間、まあ、4時間ぐらいだったかな、6時間か。まだまだ勉強が足らないですね。休みの日はもうちょっとしたいな。ではでは一回帰って飯食べてまた勉強できる場所を探します。はい、ではシンフォニーホールの地下から地上に出ます。当然ね、これ自転車こいで上がれないな。こんなやつですね。で、出会い頭に対向車とやるとおしまいです。よくここにミラー見ていかないと。左はまだいいんだけどね、上りで出くわしちゃうときついね。もう日が落ちてる。一回帰って洗濯に取り込んでちょっと休憩して夕飯に出かけよう。しちゃったが良くなったから、こうやってね。で、ここは路面電車がカーブ、ちょうど止まっすね。桃太郎通りで、お城下通りの交差点。なんて言うんだろうこれね。お城にめちゃくちゃ近いところです。こうね、信号めちゃくちゃ長いんだよな。
取り込みに帰ってきました。でとりあえずこれからバイクに乗り換えます。今日は午前中自転車、ずっと一日自転車だったんですけど、バイクに乗り換えて、ガソリンを入れてないんで入れて、で例のジービズカフェに行きます。ここめちゃくちゃ美味しいと思うね、はい、で自転車はいいんだけどバイクがね、最近バイク多いんですけど休みの日ね、太い、なるべくねバイク乗らない方がいいな、何しろ何よりも歩かねえ、車よりも何も歩かねえ、まあ、ちょっと今日はしょうがない、ガスチャージに行ってきます。スタンドに来ました。GoTo イートね、いつもやってるからね、ポイント溜まってるかな。しばらくお待ちください。クーポンをかざしてください。クーポンはない。確認ボタン、満タン、ポイントを使う、あ、使う、溜まってるね。はい、じゃあ給油します。ガソリンとタイヤの空気を自分で入れてみました、ね、で普段 GoTo イートで注文してるから、なんと満タンで23円で入りました。 GoTo イート様々ですね。シェルでポンタポイントを使ってガソリンを入れてみました。ではレストランの方に向かいます。やべ、早く着いちゃった。うん、まあしょうがない、ブラブラ歩いてよ。あんまり中捨てないで、この安い、多分ご飯ついてないですよね、軽いやつにしました。それとこれバナナチョコの、シェイクね、なんかね、デザートみたいなやつを選んでます。すごい、なんかね、でかいんだよね、ないしょね、でかい、なんかね、スマートフォンになればこんな、で厚い、分厚いんでパンがね。じゃあいただきます。でこれね、安いんですよ。 4.5 ドルかな、450円。ちょっと想像とちょっと違ったかも。500円だからね、ちょっとね、これはちっちゃいです。で手につきます。2種類頼んだんですけど、トーストに卵の良かったです。これは美味しかったですね。ただちょっとチョコレートパフェがね、ちょっといただけないかな、ね、それはもう選んでいけばね大丈夫ですね。はい、ではね、まだね、8時ちょっと前ぐらいかな。じゃあね、ちょっと勉強できる場所をね、7時ぐらいです、勉強できる場所を探しに、移動しようと思います。この時間、日曜日ね、図書館はもう5時で終わってるんでね、マックしかないかなと思うんで、行ってみます。野田のマクドナルドに来ました。ここでちょっと勉強してみようと思いますね。で、マクドナルドはインターネットあるんだけど電源がないんですよね。で一応モバイルバッテリー持ってきてるんですが、で今のところね、最高なのが3つ手の駅ビルの中のマクドナルドは電源席が10席ぐらいあって、そこが最高ですね。ただね、ちょっと狭い。で他は正規橋とイオンにあるんですが、イオンはインターネットが、イオンのインターネットでしたね。さあここはどうでしょうか。野田公園、私が生活圏で一番遠いエリアのところですね。これで勉強ができるのかどうか突入してみます。マシンを起動しました。Wi-Fi はあるんだけど、やっぱり電源はないですね。電源はない。で、モバイルオーダーね、100円、これで注文しちゃおう。レジへ進む。これね、アプリの性能が悪いのかな、非常に重いんだよね。
あ、これ選ぶのかな。アイスコーヒーとホットコーヒー。ホットコーヒーがいいですね。これ、レジエス。遅いね。で、Wi-Fi は一応ログイン聞いてくるんですけどね。はい、できました。で、席お届けを選択して PayPay、ね、1個で注文確定する。で、テーブル番号207 208か8208。遅いね。ここでイライラしちゃいけないですね。で、ペイペイに移動します。で、ペイペイ決済で注文が確定して、で、席まで持ってきてもらえるんですね。で、ここ長いね、長いね。あ、支払いするね。長いんで周り見ると、岡山と倉敷を結ぶ幹線道路沿いに立ってますね。うん、景色は非常にいいです。あ、これ支払う。はい、ペイペイ行きましたね。はい、OK です。あとは席に持ってきてるので、それで受け取って勉強しればいいですね。はい、で、現在時間が19時20分ぐらいですね。ここは22時30分までいるらしいので、3時間勉強できます。ではギリギリまで勉強します。はい、コーヒーを持ってきてもらいました。はい、コーヒーで M サイズですね。では、で、これ受け取るってボタン、受け取りましたってやると、それで終わりです。100円で M サイズ、普通 S サイズなんですけど、モバイルを使うと貯めるんですけど、なんかアプリは非常に遅いです。こういう体制で勉強します。まあまあね、電気ないかな。ギリギリまでね、バッテリーを消耗を抑えるとね、これでは行きたいと思います。では勉強とします。ここにながら、
と息抜きで Windows に入っている無料のアプリでちょっと息抜きしてみます、ゲームしてみます。でもね、フリーするって昔からあるんですよね。どうやってやったっけな。じゃあ勉強続けます。問題発生しました。Wi-Fi が1時間でも切れちゃうんですね。Wi-Fi を切断して、ダメだ。もう勉強できないかな。あ、なんとか通りましたね。これね、Wi-Fi が 2.5GHz 帯と 3GHz 帯の2つを搭載してるんですよ。で、それぞれね、切り替えるとね、いきます。さあ、これで。何時間でも勉強するぞ。今気がついたんですけど、電源がありました。しかもこの席だけだけだな、他ないぞ。この席だけがある。ちょっと電池充電入りました。あ、わかりました。コンピューターを再起動すると Mac の接続何回でもいきますね。再起動です。勉強しました。ここにね、コンセントが隠れてる。で、ね、席によってはね、まあ3つぐらい電源ありますね。じゃ
で、あと Wi-Fi は再起動すると接続できるんです。はい。で、時間がね、10時まで勉強しました。10時半までなんで、これで帰宅します。明日から仕事なので、早く寝ないと。はい、V100 のところに帰ってきました。じゃあ、帰るか。さあ、今日もよく勉強しました。10時回ってます。